リエキューです。よろしくお願いします。ワークショップ1本目か1本目ということで今日お越しください。ありがとうございます。ありがとうございます。久々に地方でワークショップ4人ですることということで、うん、何年ぶりかですけど。何年ぶりだ。最後にやったのはですね、ツアーと並行してやったので、え、3、4年ぶり。かなり前だよね。はい、それぐらいぶりなんで、今日も僕らね、あの、久々で緊張してますが、一緒に楽しんでいきたいと思います。最後までよろしくお願いします。お願いします。入門クラスの、振り付けは、入門クラスの振り付けは幸せです。あの、ちょうどいいんですよね、振り付け的に。振り付けの難易度的には、まあ、ダンサーも気持ちよく踊れるし、初めての人もちょっと頑張ればできるよって思ってる。僕らは奥深いから、奥深いそう人が詰まってるから、シンプルな振り付けこそね、難しいって言いますからね。そうなんですか。はい、そうです。あ、そうなんです、はい、なので、拓也君の振り付けをしてくれてるんですけど、はい、今日はその拓也君にレクチャーしていただきたいと思います。お願いします。なんかちょっとここにオリジナルをちょっと入れて
自分ダンサーだね。今日の中で、はい、できることで全然いいんで、そのもう無理しないでね。ケンスケって何ですか？ちょっとむずいかな。ちょっとむずいかな。リズムが違うから。リズムと差が違う。はい。なのでこの自由な時間、タイム4つ、1、2、3、4を自分の好きなように使って、この振りを締めるという。はい。はい、やってみてください。はい、じゃあ頭からもう一回いきましょう。大丈夫だった？できました？まあ、できない人もいると思うんですけど、ね、今日から始めたって人もね、ちょっとこんなんなんだなっていうのをちょっと感じてもらうために、こういうクラス作ったので、ちょっとこのきっかけに、もしちょっとダンス興味が湧いたら、次会う時までに通ってもらって、踊ってもらって、トレーニングしてもらって、また僕らと一緒に踊りましょう。はい、というわけで、以上、日本クラスでした。ありがとうございました。